Ladies and gentlemen, boys and girls, こんにちは。私はリックです。And this is the RAM English Service. どうぞよろしくお願いします。今回は英検の勉強のシリーズ、助動詞の説明でございます。助動詞をご存知ですか？助動詞、be動詞、一般動詞、動詞といえばいろいろあります。今回はの助動詞の話ですけど、今紹介したいと思います。助動詞、英検の勉強5級の中に助動詞4つあります。 Do、Does、Can、Will、 その4つあります。この助動詞の説明する前に一般動詞の話をしたいと思います。一般動詞をご存知ですか？たくさんあります。一般動詞、どんな国の国語でもスペイン語、フランス語、英語、日本語に一般動詞あります。例えば飲む、飛ぶ、歩く、見る、それは全部一般動詞という。で、英語で何て言うかなと覚えなければならないですね。勉強ですからね。その飲むは drink、 飛ぶは fly、 歩くは walk。 それはストレートなことですね。英語でこういう日本語になります。日本語だったらこういう英語になります。それ一般動詞で、助動詞は何でしょうか？助動詞はこれです。英語を理解するためには助動詞を理解しなければなりません。英検5級の勉強の中に助動詞は4つあります。 Do、Does、Can、Will です。この4つの助動詞は一般動詞と一緒に使います。つまり助動詞は一般助動詞は一般動詞を助けるということですね。で、その助動詞の4つありますが、最初にまず can と will の話をしたいと思います。簡単です。 can と will、 can という助動詞が日本語のできます、できるという意味です。それで使い方は簡単です。私は泳げます。I can swim。 あなたは泳げますか？ Can you swim？ 彼女は泳げない。 She cannot swim。 もう一つの助動詞 will は同じように使います。未来形の時使います。日本語のだろうとかでしょうという言葉ですね。それでこれになります。明日、東京に行きます。I will go to Tokyo tomorrow. 明日、東京に行きますか？行きますか？ Will you go to Tokyo tomorrow? もう一つは、明日、彼女は東京に行かない。She will not go to Tokyo tomorrow.それは3つありますね。 Will の使い方、簡単です。だからテストの時は英検の勉強、まあ、英語の勉強の中にはその Will と Can が出たら、あれは助動詞だと覚えてください。しかしこれからの話は Do と Does の説明はちょっと分かりにくいかなと思います。なぜ分かりにくいかといえば、いや、これです、はい、Do と Does の助動詞。疑問文、括弧質問文や否定文を作る場合、 Eat、Come、Go、Run のような一般動詞の時は Do、Does の助けを借ります。
日本語にはそのようなことがありません。これが英語の特徴の一つです。ですね。助動詞はね、日本語にはこういう考え方はありません。他の国語はわからないんだけど、多分ないかな。 do と does で、 do と does は一緒に、あの do、 does は do の三単元です。それは別の話ですけど、他のシリーズの勉強でやります、説明しますが、この二つは現在形の時使う。例えば、あなたはいちごが好きですか？ Do you like strawberries?、ね、you like strawberries? と言わない。Do you like strawberries? それ決まっている。その do が必要。彼女は strawberry。彼女はいちごが好きですか？ Does she like strawberries? になります。これは文章ですね。もう一つは否定文、あ、質問ですね。これは質問ですね。文章じゃない。これは質問です。Do you like strawberries? Does she like strawberries? それ質問です。もう一つの Do, does 助動詞の使い方は否定文ではないということね。その時はまた助動詞の Do, does を使います。例えば、お父さんはタバコを吸わない。My father does not smoke という。その does not smoke が、その does が必要。私はタバコを吸わない。I do not smoke。その do と does になるね。この使い方はもう決まっているから覚えなければならない。ただ、助動詞は英検5級の中には4つあります。もう一回言います。Do、Does、Can、Will ですね。この4つを覚えてください。で、そして、英検4級を目指して頑張っている皆さんのために、Do、Does の過去形を紹介したいと思います。Do、Does の過去形は Did でございます。これも Did。これを英検の中に、また勉強の中、英語の勉強の中に、これ見たら、あ、これは助動詞だと覚えてください。いいですか？はい。助動詞は4つあります。Do, does, can, will。はい。それでは、今回の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。